突然ですが椎名でございます。あのですね、まさかなんですけど、本当まさかなんですよ。6月の8日にですね、追加公演というかアンコール公演をやることになりまして、ラビットマン2のバンドライブを原宿のルイードでやるんですよ。まあ、それはもちろんみんな知っててくれてると思うんですけど、チケットが多分もうギリギリだと思います。本当に数枚、2桁ない数字まで来てて、なぜ、最後のその数字数枚しかないものが止まるのか俺は分かんないんですよ、逆にね。なので来てほしいんですけども、これ見たら来たくなるんじゃないのって。そうなんですよ、この日のためだけに新たにグッズ追加するんですよ。びっくりじゃないですか。1日ですよのためだけに追加です。しかもめちゃくちゃ可愛いです。本当に見せます。まずは T シャツタオル2種あるんですよ。 T シャツとタオルがあるんです。 T シャツがしかも3色あるんですよ。見てください。バン、そう、ちっちゃくルイドタイトます。見えます、こうルイドタイトます、ちっちゃく。これ背中です。背中ルイードだけの限定だということがここで証明されます。背中にバックプリントルイードと入ってます。そして見たいのは前ですよね、だけじゃないんですよ。はい、見てドーン。わかる、見える、見えた。ちょっとカメラでこうやってやった方がわかりやすいのかな、逆に。そう、プリントだけじゃないんですよ。これラインストーン入れちゃったんですよ。高くなる分かってますって、高くなるの分かってるんですけど、それでも入れたかったの。めちゃくちゃ可愛いでしょ。めちゃくちゃ可愛いのよ。でこれ黒だけじゃないわけ、今回グリーンもあるのよ。グリーン、しかもこの色可愛くない？夏にいいでしょ、爽やか。ラインストーン入ってるでしょ、可愛いでしょ。もうカメラじゃ分かんないから、実物ね、チケットまだ売ってるからさ、実物見に来て、マジで可愛いでしょ。そしてさらにまだあるんだよ、ブルー、可愛いでしょ。ボディから全部作ってます。はい、オリジナルボディで可愛いんだよ。どれがいい？俺やっぱさ、黒好きだから黒いっちゃうけど、みんなに人気なのはやっぱこの2色の気がするんだよね。このあたり、やっぱこのあたり可愛いと思うんだよね。で値段なんですけど、やっぱり上がりました。うん、シーナわがまま言って作ってもらった方がいいけど、ただそんな上がるっていう価格には実は今回しないって言ってます。俺も価格まだ実は聞いてないんだけど、もともと売ってた売り値よりは上がるんですけど、ただその目ん玉飛び出すような、本当目ん玉飛び出すね、このことやっちゃうと。なんだけどそこをすげえ勉強してくれてるって。だからそんなに不安がらずにいてほしいなと思います。 T シャツ3色プラス今回この、これワンカラーですけど、タオル、ラビットマン2のこれね、新しいニューカラーのタオルも一応作ってますんで、ぜひ。かわいいでしょこの色、かわいいよね、好きです、すごく。うん、このタオルセットで買えばいくらいくらとかは多分ないので、単品で買ってくれて全然構わないので、ぜひお願いいたします。でですね、もうすぐ本当そのルイドが近づいてきたんですけども、リハーサルをと前日にとかその前までにやるっていうのがないんですよ。なので4月の時のあの盛り上がり、スペルノーバで最後終わったあの時のライブの熱量を自分の中でシャドーボクシングですよ。もはやこうだったよなって思い出しながら、ぶっつけでルイド挑みたいと思ってます。皆さんもだからぶっつけでですね、挑んでほしいなと、思ってます。1曲目あれだったなとか、2曲目あれだったなとか思い出しながらで全然構いませんので、ぜひ楽しみにしてほしいなと思います。6月の8日ルイドでお会いできるのを楽しみにしております。ということで椎名でございました。本当可愛いからね、マジで。うん、本当可愛いんで、ぜひ。